words are tired to walk the line. I sit and hold our precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor, and we don't have to follow.急に喋ります、このモンステラさんはですね、トレーダージョーズで13ドルぐらいで、買ったものなんですけども、1年ぐらいでかなり大きく成長してくれました。でこの鉢はですね、先日ターゲットで9ドルぐらいで買ったやつなんですけども、プラスチック製なんですが、結構分厚くてですね、しっかりしているのでそんなに安っぽく見えないです。はい、多分今の鉢よりも二回りぐらい大きいので、ここに植え替えをしたら、さらにですね、大きく成長してくれるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じに仕上がりました。これ以上大きくなるとちょっとこの位置に置いとくのは危ないかもしれないんですけども、こういった棚の上に、置くことで、
まあ、これぐらいの高さの植物でもかなりですね大きく印象強く見せることができると思うので、まあ、地面ではなくて、まあ、こういったプランタースタンドとかを使ってですね、なるべく高い位置に持っていきたいなと思ってます。Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high.このキャンディーポットは、スタンダードプロダクツで300円で買ったやつです。結構大きいですね。でここに飴をですね詰めようと思うんですけども、これ大好きです。キュービーロップ。ハイチュウはですね結構アメリカのスーパー、その日本人向けスーパーとかじゃなくても売ってたりするので、こちらの方にも人気なのかなと思います。あと最近これも買いました。アメリカのスーパーで、ペッツですかね。ちょっと懐かしいなと思って、まあ、日本でも売ってると思いますけども、これスポンジボブなんですが、透明でよく見るとですねキラキラの、ラメも入ってます。なんか透明なペッツってなんか珍しいなと思ってちょっと買いました。なんかこのまま飾っても可愛いですけど、ちょっと食べたいんで開けます。あー、こういう系か。こういう系のパッケージちょっと苦手ですね。よいしょ。透明スポンジボブさんです。
to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running. はい、今からワシントン DC で購入した、パズルを組み立てていきたいと思うんですけども、まずパズルの端、前周分のピースをちょっとここからピックアップしたいと思います。はい、急に喋ります。あれから1時間ほど作業をして、ようやくこの周りを完成させることができました。まだまだかなり時間かかりそうです。はい、2時半になっちゃったんですけども、やっと完成しました。多分12時間ぐらいやってました。ご飯とかも食べましたけども、すごく大変でしたけど、今相方と2人で一生懸命やってやっと完成したので、これを、IKEA で購入したフレームに入れて、ちょっと部屋に飾りたいなと思います。はい、ということで、もう今日は、もうこのまま寝たいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。 There comes a time in these crowds, in this room.